それでは、財務会計論ですね。一章の、4節ですね。会計情報の概要と用途をやっていきたいと思います。ですね、で今日の背景は、これルーマニアの、まあ、ブカレストですね。ブカレストです。でここはですね、チャウセスク政権っていうのを皆さんご存知ですかね。共産党を、ものすごくこよなく愛した人というふうに言われていて、まあ、いわゆる独裁政治をやった人です。で、まあ、かなり多くの人が苦しんで、国民が苦しんでですね、ちょうどチャウセスクがここのですね、ちょうど真ん中にこの青い旗の下に、ちょっと広場があるの見えますか？で、ここで演説をして、でそこにかなりの人が、まあ、国民が集まってですね、いたわけですけども、その演説の途中でクーデターが起きた、そういう場所、旧共産党前と言われている、まあ、場所ですね、まあ、ちょうど学会が近くであってですね、まあ、ちょっと立ち寄って写真を撮ったんですけども、まあ、思ったより小さいんですね。小さいんですけど、まあ、ここに、まあ、過去の、動画とか見るとですね、ものすごい人が集まって、まあ、この改革っていうのを、まあ、された、まあ、発端になったんだなっていうのはすごく興味深かったです。まあ、それはさておき、授業の方に入りたいと思います。画面をスライドに切り替えますね。はい。過去の、まあ、これまでの動画、ちょっとね、この2、3回大変だったかもしれませんが、まあ、この、説から、まあ、いわゆる伝統的な財務会計のお話の方に戻ってくることになりますですね。で、2章以降で、まあ、いわゆる財務会計の授業を、まあ、議論していくんですけど、それに先立ってね、まあ、いわゆる財務諸表、貸借対照表と損益計算書ですね。まあ、基本的にはまあその2つがメインになってきます。でそれをまあ大雑把にでもまあ確認していくというのが、まあ、ここのまあ説の役目のようです。ですね。よいしょ。まあ、直感的なイメージを持っていた方が後で役に立つでしょうということなので、まあ、直感的なイメージを持っておく。何の貸借対照表と損益計算書の直感的なイメージを持っておく。まあ、それが、この説の目的ということになります。いいですかね。で、財務諸表、この言葉もしっかり押さえておいてくださいね。財務諸表、これは貸借対照表と損益計算書。それ以外にも、後で少し触れるんですが、キャッシュフロー計算書、あるいは株主資本と変動計算書とかがあります。なんですが、先ほども言ったように、まずはこの2つ、貸借対照表と損益計算書をしっかりイメージできるようにしておいてください。ただね、日本語としては貸借対照表と損益計算書でいいんですが、いわゆる国際会計基準、いわゆる IFRS と言われているものが、しばしば新聞とかで取り上げられるのを見たことあると思いますが、そこではですね、貸借対照表をの名前を変えて、財政状態計算書、損益計算書に変えて、純損益及びその他の包括利益計算書という表現をすることがあります。そういうふうに言ってもいいですよというふうに規定されているからなんです。でも、まあね、まあ、要するに貸借対照表と損益計算書でしょうというふうに覚えてもらえればいいかなというふうに思います。最近はですね、国際会計基準の影響で、いろんなそのものが変化している会計基準の名前とかですね、まあ、基準自体も変化したりしています。なので、より早く新しいその会計基準というののキャッチアップをしていく必要があって、皆さんとっても大変な、まあ、時代というかな、時期に差し掛かってはいます。それはさておき、まあ、実際に見ていきましょう。とは言っても皆さん、もうこの授業のオリエンテーションのところで貸借対照表と損益計算書、その2つの関係を大雑把に見ているはずですので、ほぼほぼ復習になるかなと思います。いいですね。でまず貸借対照表、いいですか。もうこれ知りませんっていうのは 100% ありえないので、しっかり押さえておいてくださいね。でこの貸借対照表は何ですかって言ったら、専門用語で言うとね、
企業の財政状態を表すっていう表現することがあります。でも少しピンとこないですよね。財政状態ってじゃあなんだということになるわけですが、まあ企業がどっからお金を調達してきて、それをどのように使っているのか、まあ、これをまあ財政状態って言うんだというふうに理解してもらえれば十分です。資格試験を目指す人は貸借対照表は財政状態ですね。まあ損益計算書は経営成績とかいう言葉を覚えないといけないんですが、皆さんはそれほどそこにこだわる必要はありません。言葉よりもその背後にあるイメージ、考え方、これをしっかりマスターして社会人になってもらえれば十分です。言葉それだけを覚えてもですね、まあ、どの道忘れてしまうものですから、それよりもしっかりとしたイメージを持って、卒業してください。まあまあ、その前にこの授業の単位取れるようにしておいてください。いいですかね。で、まあ、これ貸借対照表なんですが、左が資産だというのはもういいと思いますですね。左が資産だというのはいいですよね。で、その資産は本当はね、厳密には3つ分かれるんですが、基本的には2つでいいと思います。すなわち流動資産と言われているカテゴリーと、固定資産と言われているまあカテゴリー、あとは繰延資産というものもあるんですが、まあね、流動資産と固定資産だけで差し当たって十分かと思います。じゃあ流動資産って何ですか？いいですか。これはまあ1年以内に、まあ、近々お金になるような、お金に変わってくれるようなもの、これを流動資産というふうに言うんだと覚えてもらえればいいです。資格試験をやってる人はですね、正常営業循環基準とか1年基準とかいうのを覚えておかないといけないんですが、先ほども言った通りイメージだけでいいという意味では、まあそのうちお金になるようなもの、例えば商品ですね。商品、今お金ではないんですが、でも売れれば近々売れてお金になる、だろうということで、まあ、流動資産というふうに考えればいいと。当然お金それ自体も流動資産に入ってきますですね。で、それ以外の、まあ、固定資産なんですが、固定資産と言われているのはいわゆる固定された資産という意味で、まあ、1年以上を、まあ、使用する、そういうのを固定資産というんだというイメージ持っておいてもらえればいいかなと思います、ね、同様に負債についても、反対側の負債についても流動固定あります。流動というのは、流動負債というのは1年以内にお金返さないといけないもの、これが流動負債。じゃあ固定負債は1年以上返さなくてもいい借金みたいなものをイメージしてもらえればいいです。具体的には社債が多いですかね。長期の借入金もありますが、まあ、社債をイメージしてもらえればいいかなというふうに思います。で、まあ資産は財産、負債は借金でしょう、まあ、そういうイメージで基本的には OK なんですが、純資産がちょっと分かりにくかったと思います。でさらに、もう今はこの授業は1年生とか2年生の授業ではなくて、いわゆる専門科目としての授業ですので、より実際の貸借対照表と損益計算書の説明に入ります。で皆さんが今まで勉強してきたものは、まあ、基本的なものなんですね。なんですが、まあ、ここから先はもう少し実際の貸借対照表にを念頭に入れて、あの授業をしていくことになります。そうするとですね、この拠出資本という言葉ちゃんと覚えておいてくださいね。あと留保利益という言葉、そしてそれ以外のものがあるんです。うん、難しいですね。拠出資本というのは、これは会社の株主がお金を実際出資するんですが、その金額がこの拠出資本という言葉で表現されています。いいですか。
実際の会社の所有者が株主が会社に出資した金額、これが拠出資本として表現されます。いいですか。じゃあ留保利益はというと、留保利益は会社がこれまで稼いだ金額、これが留保利益という用語で説明されていきます。会社がこれまで稼いだお金、ね、その金額が留保利益という言葉で表現されていくことになります。さらに現状はですね、その他拠出資本でも留保利益でもない、それ以外のものがあるということを勉強していかないといけないんです。皆さんはまあおそらく来年就職活動を始めると思います。そうするとその会社の財務諸表を、まあ、企業説明会とかに行くよりも前に、まあ、チェックして、まあ、それで企業説明会に行って、まあまあ、機会があれば質問をするということをやっていくんだと思います。まあ、その時にね、ちゃんと実際の貸借対照表を見て、それで状況を把握して、まあ、説明会に行くと。で、実際の説明、貸借対照表はですね、今まで皆さんが勉強したように純資産って株主が出資したやつとこれまで会社が儲けたやつ、今まではこの2つしか説明してなかったんですが、それ以外のものも含まれているので気をつけておいてくださいですね。まあそれに関してはまあおいおい説明していくことになります。いいですか。で、まあこれが大雑把な、まあ、非常に大雑把な貸借対照表の説明ですが、もう一回確認していきますね。会社にはまあ株主がいて、株式会社にはその所有者の株主がいて、その株主がお金を出資するんですね。で、まあ実際この矢印は、まあ究極的にはまあ厳密にはここに入っていくわけです。拠出資本というところに入っていきます。究極的にはね。まあ、ちゃんと説明すればということですけども。まあ、その細かい話はさておき、なぜ株主は会社に出資するんですか。まあ、そもそもなぜ株主になるんですか。そうですね、配当をもらうため、あるいは株を安く買って後で高く売るため、あるいはその企業に文句を言う、あるいは株経営に参加するため、まあいろいろあります。まあ、絶対に外してはいけないのは、まあ、配当をもらうために、まあ、株主になるんだというのは、まあ、基本になります。他方で、負債はどういう時に企業負債を増やすんでしたっけ？これは外部からお金を借りた時ですね。そのお金を貸す人、まあ、具体的には銀行ですね、債権者というふうに表現することをしっかり押さえておいてくださいですね。これももうすでに勉強しているところです。ほとんどの人がまあ大丈夫だと思います。で、銀行が会社企業にお金を貸すと、まあ、ちょっと矢印あれですけど、まあこのあたりですね、まあ、固定資産のケースもあれば、あ、固定負債のケースもあれば流動負債のケースもありますが、まあ負債を企業は増やすことになる。なんで銀行は会社にお金を貸すんですか？いいですよね。利息をもらうためだということです。ですね。それで、まあお金を、まあそれで企業は調達していく。まあ、それで財産を、まあ、購入していく。さらにそのお金を投資していく。ですね。企業を投資していく。これによって、より多くのお金をまあ、企業は稼ぐわけです。じゃあ稼いだお金を企業はどうするんですか？いいですよね。このお金をさらに投資に回す。いわゆる稼いだお金を使ってまた次のビジネスを起こす。これ再投資する。まあもうちょっと具体的にはこれ矢印は、ここよりも、ここじゃない、ここじゃなくて、ここよりも、
まあ、ちゃんと書くと、あ、ごめんなさいね、これなんだ、ここよりもこの矢印はこの留保利益のところに入っていくんだね。ね、キャッシュ儲かりましたっつって留保利益を増やして、まあ資産を買っていくと。でそれだけではなくて、当然もう残りのもので配、株主に配当を払うと。儲けがあって、まあ、キャッシュ増やして株主に配当を払う、あるいはまあ利息を払っていくと、こうやってお金を回していくんですよね。このイメージは絶対に理解するようにしておいてください。いいですかね。次、損益計算書ですね。まあ、ここで会社は、まあ、投資して外部からお金をもらっていくわけですが、その儲けの計算をの詳細を示すのが、いわゆる損益計算書と言われているもの。企業の、まあ、成果を開示する、パフォーマンスを開示する、まあ、言ってますけども、要は利益を計算するものですね。まあ、とりあえず基本的にはここ一番下が当期純利益というところで止まっています。実はここで止まらないんですけども、まあ、それは後でお話しします。とりあえずはこの収益、ね、この売上総利益、これは商品と直接関係がある儲けを示すわけね。まあ、お客さんから顧客からもらったお金、まあ、売掛金も含めてですけども、それと、まあ、売上原価、これ相手に渡した商品のコストですね。それで商品に関係した儲けを上げる。でさらに販売もしくは企業の管理、販管費を引いて営業から生じた儲けをここで示します。でさらにここまでが営業関係ね。でさらに営業外の儲けと損を示して、会社の通常の活動から生じる儲け、経常利益を計算する。で、あとは、イレギュラーな特別利益とか、特別損失、特利特損を引いて、まあ、あとは税金も控除して、最終的な当期純利益を計算していくというのが基本的な損益計算書になります。ですね。まあ、ここから上が、まあ、営業関連。ここから下が、まあ、営業外のまあ、話になってくるということになります。いいですかね。はい。で、まあ、ここの損益計算書は基本的には儲けと損を示して利益を出すという意味で、ここね、ここに出てくるのは基本的には損益取引と言われているもののお話になります。損と益。昔損益勘定というのを、まあ、簿記でも勉強したと思いますが、損益勘定というのは収益と費用を集めたものですね。でその損とか益に関する取引を損益取引というふうに言います。損益取引ですね。でそれに対してよいしょ、ここに資本取引と言われているものもあります。これは何かというと、損益取引は儲けがあった損があったという取引なんですが、資本取引というのは株主と企業の取引のことを言います。いいです。戻りましょうか。要するにここと関係するんですね。よいしょ。はい。先ほど拠出資本と留保利益があるよというお話ししたと思いますですね。で、留保利益というのはさっき矢印で厳密にはここだよと、儲けが入ったらこっち来るよという話してました。で、この留保利益が増えたり減ったりするのは、これは損益取引の影響を受けています。そうだよね。損と益の取引があって利益があって、で利益が上がったら留保利益に入ると言ってたので、でそれに対して拠出資本と言われているのは株主が企業に出資した時に増えるよというふうに言いました。これ資本取引なんです。いいですか。まあ企業と
株主の直接の取引を資本取引というふうに言うということになります。ね。で、留保利益というのは損益取引に関係するものになってくるということになります。いいですかね。はい。そしたら、次に行きますね。もう一回説明します。出資や配当といった株主の取引を資本取引ですね。で、もう一つ先ほど当期純利益というお話ししましたが、包括利益という言葉が最近よく出てきます。よいしょ。包括利益。包括利益。これは、要するに、ここ、これ、まあちょっとこれ、期首の貸借対照表で、よいしょ。期末の貸借対照表がここにあったとして、ですね。で、こうすると、期首の純資産と期末の純資産があって、この差額を、まあ、このケースは包括利益というふうに表現しているんです。あれ？これって当期純利益って言ってたんじゃないの？そう思った人、正解です。実は純資産が増えるときというのは今まで2つ考えてました。1つは、まあ、もうここで説明してるからね、もうここで説明しちゃってるから多分もう当たり前じゃんっていうふうに思ってもらえると思います。ここで2つ言ってるからね。純資産が増える要因、それは会社が稼いだときと、それから株主が出資したときだよね。その通りなんです。ここも純資産が増える要因、一つは資本取引、ね、直接株主が会社にお金を出資すれば純資産増える、ね、あとは会社が儲けを上げた時も純資産が増える。いいよね。で、包括利益は何ですかって言ったら、いや確かにね、資本取引でも純資産増えるけど、それを除いた純資産の増分を、まあ、包括利益っていうふうに定義しようっていうことなの。いい？だから今回のはここのケースは全部包括利益になってるから資本取引がないんだね、期中のね。途中で株主が追加で出資しましたよって言ったら、ここの純資、ここのエリアが、ここが増えるんだよね。ね。でも今回それがないから、あ、期中の資本取引がなくて、単純に、まあ、包括利益だけが増えたっていうことになります。だから、それ当期純利益じゃないの？そうなんです。まあ、さっき説明しなかったけど、包括、あとで説明するんだけどね、包括利益っていうのは、当期純利益も含んで、それ以外のものを含んでいるわけ。ね。それを今から説明していきます。いいかな？包括利益という言葉、覚えておいてください。いい？でね、まあ、先にこちら説明しちゃおうかな。よいしょ。ここね。いきますよ。現在、貸借対照表から導かれる包括利益。いい、包括利益。で、貸借対照表から導かれるってなんじゃこりゃって思うかもしれないけど、さっきのさ、包括利益の定義って何だった？これ。純資産の増分を包括利益っていうって書いてあるから。だから、こういう表現があるわけ。難しく考えなくていいからね。だってさ、単純に期首と期末の純資産の差額、これを包括利益って言うんだ。OK？ 期首と期末の
純資産の差額、これを包括利益って基本的には言うんだ。ただね、期中資本取引があったらその部分はちょっと除いておこうと、ね、その部分は除いておいた。資本取引を無視した、まあ、期首と期末の純資産の差額をただ単純に包括利益って言うんだ。ただそれだけのことです。難しく考えなくていいよ。で、その包括利益の中には、まあ、結論はこれ色ついたとこ見て、その他の包括利益と、まあ、当期純利益、まあ、純利益って書いちゃってますけど、当期純利益の2つがあるよ。まあ、実際のもの見ようか。これ実際の、まあ財務諸表見ます。最初見ちゃおうね。でね、これちょっと難しいんだけど、ここもちょっと無視してね。これ見ると、これ当期純利益ってあるでしょ？これが当期純利益の数字。これも当期純利益の数字。これたまたま2016年、これ2017年の数字を取ってるだけで、まあ実際の当期純利益の数字があるわけ。で、ここになんかごちゃごちゃ書いてますけど、これらを全部足したものが、まあここの数字になるわけ。その他の包括利益の合計ってやつ。いい？で、この当期純利益と、当期純利益と包括利益を足したものが、いわゆる包括利益になっているわけ。ちょっと計算してみて、皆さん動画止めて、この数字に、まあ、この三角、これ三角はね、マイナスを示すんだよね。で、この3つ足したものがこれでしょ？色変えた方がいいかな？だから、この当期純利益に、このその他の包括利益の影響を考慮したものが、これ合計ね、こうなるよと。いい？つまり、包括利益っていうのは、当期純利益とその他の包括利益の合計ですよって言ってるだけ。詳しくは、2章から勉強するから、今はね、そういうものがあるんだ、なんか今までの話ではないものがあるね。つまり、その他の包括利益って初めて勉強するんだ。そう理解してもらえればいい。いい？じゃあ、その他の包括利益、これ何これ？実際の財務諸表にはよく出てくる。というか、もうほぼ上場してる会社には何かしら書かれてる、このその他の包括利益って何か。これをちょっと説明するね。よいしょ。これ全部消しとこうか。よいしょ。はい。よいしょ。いいかな？ペンの方がいいかね。はい。じゃあ、先ほど言った、その他の包括利益、まあ、最初から結論言っちゃってますけど、その他の包括利益の説明をします。これはね、まさに、ここの部分、キャッシュフローの裏付けのない資産の評価益、これがまあ要はその他の包括利益の正体になります。いい？でね、またさらにちょっとあれなんだけど、その他が続くと分かりにくいんだけど、代表例が、ここもあるやん。これなんだよね。この未実現有価証券評価損益って言われてるのが、まさにここの話なんだけど、その他有価証券って言われている資産があるんです。何？いや、落ち着いて。いい？会社って他社の株式買うことあるじゃん。そんなもん1年生で勉強してたでしょ？で、なんで会社は他社の株式を買うの？一つは、まあ、安く買って高く売って儲けを上げようって。
そういうのは売買を目的とした有価証券っていうものがある。あとは他者を支配するためにまあ株式を取得することもあります。まあ、半数以上他社の株式を取得すればですね、まあ、その会社を支配できますよね。その会社の株主総会全部、まあ、半数以上持ってるわけだから、まあ、自分の思いのままに操ることができるわけでしょ。でそれ以外の目的で株式を持っていると、まあ、その他有価証券っていう評価をされまいで記録されていくんですよ。売るためでもないよ、他社を支配するためでもないよ、ね、まあ、本当は社債もある入ってるんだけど、まあ、社債無視しましょうですね。でそういうのはその他有価証券で、代表的なのはおそらくね、別の授業でも聞いたことあると思う、株式の持ち合い、このケースがその他有価証券の代表例。最近あんま多くなくなったらしいんだけど、株式のじゃあ持ち合いって何って言ったら、まあね、その会社同士のお付き合いってあるじゃないですか。でその時にじゃあお互い、株式持ち合いましょうよと、ね、今後もまあね、それなりに関係を築くために、まあ少しずつね、株式持ち合いましょうって言ったのが株式の持ち合いって話で、それは別に関係を維持するために持ってるんだから、株が上がったからってすぐ売るわけじゃないでしょ。だから売買目的でもないし、かといって大量の株式を買おうって言ってるわけじゃないので、その会社を支配したいとかそういう気はない。だからその他有価証券だ。いい？話はここからなんだよね。でね、例えばその他有価証券の時価が、まあ、最初100円で買ったとして、で期末にこれが140円に上がったよ、いい？としましょう。皆さんどう思います？ 100 円の有価証券が140円に上がった、やった会社儲かったっていう、いやだってもう買ったものの価値が上がったんだったら得したんじゃないの。まあどうかな。なぜなら値段が上がったからといって、その他有価証券は売買するために持ってるわけではなかったんだよね。それでも売買目的有価証券って言うじゃん。その他有価証券って別に売るために持ってるわけじゃないから、だから値段が上がったからってそれ儲けとは言えないよねっていうのがポイントな。で仮にね、これが仮にだよ、これが売買目的有価証券だったら、はい、100円のものが140円に増えた、いやーい、高く売れるよね、じゃあそれって儲けだよねって言って損益計算書、これ PL って書いちゃうよ、損益計算書にこう 40の儲けっつって記録をするわけですよ。でそこの利益が当期純利益の方に入っていくわけ。仮に売買目的の有価証券だったらね。でもここはその他有価証券なの。別に売るために持ってるわけじゃないよ、だから値段が上がったからって儲けとは言えないね。そこでこれ100円のものを140円って資産の金額増やすんだけど、損益計算書には、損益計算書には載せないの。これしない。これもしないの。これもしないの。これやらない。いい？ 100 円のその他有価証券の時価が140円に上がったよって言ったら、資産は140円に評価を変えます。増やすわけ、資産を増やすわけ、イエーイ、資産増えたぜ、儲かったぜ、損益計算書に行かない。これ行かない、行かないの、行かないの、行かないの。だから
当期純利益は増やさないの。ダイレクトに、はい、資産増やしたね。ダイレクトに純資産増やしちゃうの。これが、その他の包括利益ってやつ。キャッシュの裏付けのない実現していない要素。だからここ未実現って書かれてるやつ。つまり損益計算書には上がらないということ。つまりこれはね、儲かったとは言えないよ。そういうカテゴリーが今後出てくるわけ。1年生とか2年生の時には一切こんな話しなかったんだけど、実際の貸借対照表ではこういう項目があるんです。だから就職活動するときに皆さんはそういう財務諸表を見て質問作って就活で質問しないといけない。いい？まあまあ単純に言うと、めちゃくちゃ単純に言うと、資産が増えたときに損益計算書に記録されずにダイレクトに純資産増やしちゃうやつ、まあ、それがいわゆるキャッシュの裏付けのない資産の評価益の正体だ。つまりその他の包括利益と言われているもの。いい？あれ？なんでキャッシュの裏付けがないってどういうこと？キャッシュの裏付けがないってどういうこと？これはさ、こういうことです。売買目的の有価証券だったら、100円のものがさ、140円に上がったときには、まあ、その気になれば売れるよね。その気になれば売れるよね。売買を目的としている有価証券だから、その気になれば売れるわけ。だから、売ったとすれば40円確実にキャッシュ増えるよね。だから損益計算書に記録されたわけ。でも、今回のこのその他有価証券というのは、その他有価証券というのは、別に売るために持ってるわけじゃないよね、ということなので、100円のものが140円になったときに、売るわけじゃないので、この40円上がったからって、だから何？別にキャッシュになるかってならないんだよ。なぜなら、売るために持ってるやつじゃないから。だから、キャッシュ。お金入るわけじゃないよね。で、その時に資産を増やしたってお金入んないんでしょ。だからキャッシュの裏付けのない資産の評価益、これがこの OCI と言われている Other Comprehensive Income、 その他の包括利益、その他の Other、 包括は Comprehensive Income、 ね、Other Comprehensive Income になると。ちょっと分かってきました？ OK。 でね、だから2つあるんだよね。ここで説明しようか。後でも説明しますけども、まあ一応ね、2回説明しておきましょう。一般的に PA、こう PL ね、損益計算書。損益計算書の当期純利益からここに増える、包括利益を増やすもの。ここ当期純利益がある。ここに当期純利益が入ってる。当期、まあちょっと略すよ、当期純利益。で、それ以外に、ダイレクトに有価証券とかを増やして、ダイレクトにその包括純資産を増やしちゃうやつ、これがその他の包括利益、 Other Comprehensive Income、 OCI と言われている。これを足したものが包括利益になります。いいかな、もう一回言うよ。損益計算書を介して増える当期純利益、それから損益計算書では記録されずにダイレクトに包括利益を増やす OCI、 Other Comprehensive Income、 その他の包括利益、これを足したものが包括利益だよっていうことよ、ね、ここが新たに増えるので、まあ、2章で、まあ、詳しく見ていくことにしようということになります。まあ、今回は、ね、概要だから、んそっか、なんかそういう新しいその利益概念っていうのがあるんだな、そういうふうに理解してもらえればいいです。ね、いいかな、いいね。
まあ、こっちが今まで勉強していたもの、パーマネントインカム、高級利益の予測に役立つ、前回の動画ですかね、高級利益の話、パーマネントインカムの話しました。ね、全部、まあ、一応戻っとこうか。よいしょ。どこだっけ？もうちょっと戻るかな。まあ、この辺も所得が一定になるという、これも高級利益ね。高級利益。パーマネントインカムの話。で、あとでもやったよね。やりましたよね。どこだっけ？よいしょ。あれ？やってない？いや、やってるよね。あ、ここだ。ここね。これこれ、全部同じ。ね、全部同じ利益、まあ、要は利益の平均を、まあ、考えていました、ね。ここにも高級利益の話だった。いいかな、まあ、これが、まあ、高級利益の予測に役立つ、これがいわゆる当期純利益の話ということになります。いいですかね。じゃあ、その当期純利益なんですが、もう一回ね、説明します。当期純利益、当期純利益というのは、基本的には、営業活動の成果とそれ以外に大別される。これはもうさっき説明しましたよね。営業活動の部分とそれ以外の部分だよ。つまりここね、損益計算書の説明したとき、ほら、この線よ、この線。ね。ここから上は営業目的で、ここから下はまあ営業外のまあ取引。まあ、たまに、うん、まあ、基本的にはそういう形になります。ね。で、基本的には収益から費用を引いて利益を出すよ。収益から費を引いて利益を出すよ。これ、当期純利益を計算する。もう皆さんすでに知ってる通り、収益から費を引いて純利益。これが、ここに入ってくるわけ。ね。もうさっきの説明の通り。で、それに対して、資産を増やすんだけど、収益のとこに行かずにダイレクトに純資産を増やすもの。それがその他の包括利益。ね。で、これを足したものが何て言うんだっけ？これを足したものが、これを足したものは何て言うんだっけ？包括利益。ね、完璧です。その通りです。いいかな？はい、まあ、あの2章でもね、おいおい説明していくので、まあ、なんか、損益計算書に記載されない利益があるんだ。そういうのを覚えておいて。当期純利益は、ここは損益計算書で説明されるんだけど、その他の包括利益というのは、損益計算書を返さずにダイレクトに純資産を増やしてしまう。でそれを合わせたものが、包括利益と言われているものですよってこと。ね。覚えておいてください。じゃあ、ちょっとまあ話が変わるんですが、まあ、ここからの話は財務分析のお話に入ります。財務分析っていうのは別の動画、授業かな？あの財務分析の授業ってあると思うので、2、3年前までは僕もやってましたが、今は別の先生がやられていると思います。財務分析というのは、皆さんが就職活動をする、もしくは会社に入ってから、特に銀行とかに就職すると、必ず知っておかないといけない知識になってきます。ね、まあ、貸借対照表と損益計算書から、まあ、情報を読み取る、その手法の一つが財務分析。まあ、そういうふうに理解してもらえればいいかなと思います。でその筆頭が、まあ、この資本利益率と言われているものなんだけど、これはね、じゃあ説明入りましょうか。2つの財務諸表、これ貸借対照表と損益計算書なんだけど、それが揃うと、いわゆる損益計算書から利益の額が分かるでしょ。で、投資している規模っていうのは貸借対照表から分かっていくわけ。だから貸借対照表の数字と損益計算書の数字を使って、まあ、比率を計算することができるね。ん？投資って何？投資の規模って何？っていうことなんだけど、ね、ここも利益って何？まあ、包括利益っていうのもあるし、当期純利益っていうのもあるし、ね、あるいは、覚えることたくさんあるね。ここも売上総利益、営業利益、経常利益ありましたね。こういうの覚えていかないといけないんだよね。大変だね。うん。
まあ、あると。で、投資の規模についても2つ、少なくとも2つ考えられてて、1つは債権者と株主が考える投資、債権者株主双方の投資、あるいはまあこっちの説明すると、資産というのはこれ負債と純資産を足したものなんだよな。だからさっき株主と債権者の投資っていうふうに言ったけど、それって資産と同じだから金額がね、だからまあ企業が投資している、そういう意味の投資っていうのも一つ考えられるし、会社の株主の目線で株主が投資した金額、これは純資産が基本的にはまあ表現しているものだよね。だから株主目線の投資っていうんだったら純資産だし、企業目線の投資っていうんだったら資産の金額になってくるということです。いいですかね。それがここで示されている、まあ、投資の規模って、債権者と株主の投資、まあ、合わせた総資産、ね、あるいは株主の投資に限定した純資産を意味するのか、これも2つあるよと。だから何ですか。それによって、まあ、利益率って変わってくるってこと。いい？以下ここ4つ指標が上がっているんですけど、4つこう数字が、まあ、指標、ね、比率の比が上がっているんだけど、これしっかり覚えておいてください、まあ、詳しくは財務分析の授業でされるんですけども、この4つは非常によく出てくるところなので、しっかり押さえておいてください。いい？じゃあ説明していきますよ。よいしょ。まず ROA です。この A というのはアセッツだから、 Return on Assets、 これが ROA、 Return on Assets、 まあ資産の上の儲け、まあそれがまあ直訳になるんですかね。 Return on Assets ですね。なのでここ分母はなんか難しそうに見えるけど、純資産プラス負債ってことは要するに資産ですよね。で、この儲けの、じゃあ儲けの方は何ですかっていうと、これは純利益はいいよね。なんだこの支払い利息って。あれ？なんか間違い？間違いじゃないんです。これ事業利益って言うんですけど、要するにね、こういうことです。純資産って株主の投資額ですよね。で、株主の儲けっていうか、株主に帰属する会社の儲けっていうのは純資産が該当するわけ。これ。じゃあ負債は債権者の投資負債だよね。で、債権者に帰属する儲けって何？債権者に帰属する儲け、つまり債権者にとっての儲けって何？企業から見ればお金借りたら利息払わないといけないから支払い利息って言うんだけど、銀行とか債権者から見ればお金を貸した代わりに、まあ、支払い利息をもらうということだ。だから負債に対応するこれ儲けなの、これ支払い利息って。ちょっと分かってきた？色変えた方がいいか。負債の投資に対する彼らの儲けの金額がこれね。で、純資産の株主の投資が純資産で、彼らにとっての儲けが純利益になってる。そういうバランスを取るためにこういう式になってます。
まあ、中にはね、もうめんどくさいよ、リターンっつったら利益だろうって、当期純利益だけでボーンってやっちゃう、まあ、場合もありますが、厳密にはこういうふうに考えてください。はい、次、ROE の方。さっき A だったんだけど、今回 E なんだよね。リターンオンエクイティになります。リターンオンエクイティ。エクイティっていうのは持ち分という訳があるんですが、これは純資産の投資に対するリターン、純利益を対応させている。ここと同じ、この部分と同じなの。だから株主の投資に対して株主に帰属する儲けをと比率を取ったという意味で、これ株主目線なんですね。株主目線の指標が ROE。 それに対して ROA というのは、これ資産って書きました。これ企業目線の、まあ、利益率なんです。まあ、企業目線の利益率、そういう解釈をしてください。いい？ちょっと図戻ろうか。これね、ごちゃごちゃ切り消すか、ね、いわゆる会社が企業目線で考えた投資っていうのは資産だよね。そこから出た儲け、これが ROA になるし、株主の目線で考えた投資、これが純資産。この純資産に対する儲けっていうのが ROE になるわけ。ROE になるわけ。いい？これよく出てくる。ROE のが日本人好きかな、ね。ROE は最低限押さえておいてください。それに対して ROA もしばしば出てくることがあるので押さえておいてください。いいかな。じゃあ次いきますよ。PER。PER。これね、パーと呼びます。PER。パーです。ね。Price Earnings Ratio。Price Earnings Ratio。ということで、これ分母、下が一株当たりの純利益。で、上、分子、上ですね。一株当たり株価が該当します。で、このパーは、ほとんどの証券会社とかで、まあ、株を投資するときに付随されている情報の中にパーって、まあ、ほとんどはくっついてますけど、それだけ投資家が気にする数字なんですね。で、じゃあパーって何って言ったら、株が割高なのか割安なのかの指標としてよく使われてきます、ね。で、なんだけど、まあ、直感的に、すごい直感的な解釈としては、まあ、こういうふうに考えることができますので、まあ、ちょっとね、参考までにお話しします。今、例えばね、一株当たり利益が、株価が100円だったとします。皆さんは100円を出して株を買う。ね、一株当たりの株価が100円ってことは、一株当たりに対して皆さん100円払うわけ。でしょ？で、その時に、例えばね、その時の利益が10円だったとします。そうすると、パーは10という数字がつきます。だよね。これ、当然100分の10は10ですよね。だから、パーは10ってこと。で、その解釈なんだけど、実際、現実では、あんまりそういうのはあまり仮定を置かないんだけど、まあ、現実世界ではちょっと難しいんだけど、解釈としては、利益の10円がそのまま配当されたら、皆さんは100円を投資して、まあ、10円配当としてもらうわけ。で、仮にその配当がずっと続けば、10年でこの投資を回収できるよね。100円払った。で、利益が10円配当された。それが10年間続けば100円回収できるよね。ということです。ね、まあ、実際にはね、そんな利益の金額と
配当の金額がそもそもイコールになる保証はないし、今年の利益がずっと続くなんて保証もないんだ。そういう意味ではちょっと難しいけど、ここ本当はね、パーマネントインカム、高級利益使わないとダメだよね、本当はね、うん。まあ、だから高級利益の意味っていうのはまあこういうところにも現れているんだけど、まあ直感的にはそんな感じ。投資を何年で回収できるかっていうのを、まあ、パーが示していると解釈できなくもないなということになります。いいかな、パーちょっとなかなか解釈が難しいかもね。それに対して PBR は非常に分かりやすい指標になります、ね、これ Price Book Value Ratio かな、 Price Book Value Ratio で PBR になります。でこれ何かというと、一株当たり株価を一株当たりの純資産で、まあ、比率を取ったもの、ね、株価を純資産で割ったもの。いい？これは、まあ、例えば、まあ、こういうことです。よいしょ。ね、まあ、負債がない方がいいか。だから、ちょっとこっちの作ろうかな。例えば皆さんが株主が、まあ、1円にしようか、1円企業に出資したとします。いい？で現金は1円しか入ってないんだけど、これを市場が、つまり株主たちが、あ、この会社すごいアイデアがあるしブランドもあるから、この1円おそらく増やしていくよ。皆さんもすでに知ってますね。将来キャッシュフロー。ずーっと1年後の儲け、2年後の儲け、3年後の儲け、4年後の儲け、ずーっといったものを割り引いたもの。現在の価値で全部揃えたもの。その金額、この会社だとこの1円は 1.2 円の価値があるよ。あるいはもっと極端に、まあまあいや。としたら、純資産が1円なんだけど、株価は 1.2 円つくよね。そしたら PBR は1を超えてくるわけ。いい？同じように、まあ株主が1円出資した、これ、この会社2倍の価値あるよ。そしたらここが2になる。PBR が2になって。そういう見方をするわけ。株主の投資1円に対して、その会社がどれだけの価値を生み出すのかっていうのを PBR が示しているんだよね。だから PBR は1を超えているというのは、まあ、その会社は何かしら価値を生み出しているということだし、 PBR が1を割っているということはその価値が、まあ、損なわれている、株主が払ったお金を無駄に使っている、そういうふうに、まあ、株主が評価する、だから市場が評価するということになります。いい？非常によくこの4つ使われるので確実に押さえておいてください。いいかな、はい。でちょっと難しいんだけど、まあ、テキストにも書かれているので、テキストも書かれてるよね、うん、書かれてるね。テキストの30ページにちょっと書かれているので、この ROA とROE の関係をちょっと整理しておきます。ね。ROA と ROE のこの関係をちょっと整理しておこうか。これね。これ結構関係があるのよ、この2つ。これを今から見ていきます。いい？で、それを見るために、ちょっとやっぱここね、さっきも口頭で説明したんだけど、これもうちょっと確認しておこうか、ここ。なんで支払い利息なのっていうのをもう一回確認しておきます。じゃあ、いきますね。ROE と ROA の関係を見ていこう ね。ROE は何ですか？覚えてる？もう完全復習だよ。大丈夫でしょ？ ROE って何？これは株主に帰属する、まあ、リターンを計算する。だから、ROE で使う利益は株主に帰属する当期純利益を使うわけ。まあ、ちょっとここやめ。こっちだけにしようか。当期純利益を使うわけ。いい？じゃあ ROA はって言ったら、これは会社企業目線だっていうふうに言ったよね。ね。
で企業の投資は総資産。総資産っていうのは資産全体のことを、まあ、総資産っていうふうに言います、ね。総資産。だから、リターンは当期純利益プラス支払い利息になるよと。ね。支払い利息。さっきも気持ち悪いよねっていう話はしたと思います。いい？もう一回改めて復習しておきますけど、これ、まあ、貸借対照表の左側のイメージね。この図のね。まあ、資産のイメージ。資産というのは、メインの事業活動で使っているものがあって、そこから営業利益が出てくるし、営業活動以外のもの、まあ、お金を貸すとか、ね、そういうのに使われている場合は、まあ、そこから、まあ、財務利益というのが出てくると。これがまあ資産の説明。で、資産の金額、同額、右側見ると、貸借対照表をイメージしてもらえば分かると思うけど、まあ、純資産と、まあ、負債からなってて、純資産っていうのは当然株主から出資されたものだよねと。負債っていうのは債権者から、まあ、投資してもらったものだよね。ね。で、基本的に純資産に対する、ちょっと消そうか、純資産に対するリターンっていうかね、儲けっていうのはいわゆる当期純利益が該当するんだよね。当期株主にとっての儲けは何ですかって言ったら当期純利益だよね。当期純利益。ちょっとぐちゃぐちゃになっちゃったけど。じゃあ負債は債権者は何のためにお金貸すんですか？これは利息もらうためだよね。だから利息ね。債権者にとっての儲けは利息なんだけど、企業から見ると表現は支払い利息っていうふうに言うわけよ。ね。だから、まあ、株主の儲けが当期純利益で、債権者の儲けが支払い利息っていう話になったんだよな。OK？ いいよね。はい、じゃあ、それを踏まえて、まあ、見ていきたいと思います。ですね。今から見ていくのは ROA と ROE の関係、ここね、ここ見ていこうぜって言ったやつ、ここね、ここ見ていこうぜって、まあ見ていきます。まず最初は定義、いいね、定義。ROA っていうのは、ね、総資産っていうのは資産全体の話。ね、で、これは資産は負債プラス純資産だよね。で、純資産については、この当期純利益が該当して、負債については、負債の儲けっていうのは、企業から見ると、払わないといけない利息、だから支払い利息が該当するよ、ということになるわけ。いい？ここまではいいよね。これは、まあ、ROA のいわゆる定義です。いい？まあ、資産全体で、ね、まあ、これは、純資産プラス、まあ今多分大丈夫だと思いますけど、一応念のためね、純資産プラス、これ負債だから、ね、負債だからと同じでしょ？資産の金額は純資産プラス負債。じゃあ負債の投資に対するリターンは支払い利息、純資産に対するリターンは当期純利益。そこで ROA が定義されているということ。いい？そしたら、これまあね、総資産を、まあ、左辺と、総資産を左辺と右辺にかけると、まあ、左辺は総資産かかるけど、これ総資産消えていくから、この式出てくるよね。で、これで左辺と右辺ひっくり返します。いい？理解できた？テキストは答えしか書いてないから、しっかりここ理解しておいてよ。これ左辺と右辺ひっくり返しただけ。動画止めてゆっくり、分かんなかった人は、分かんない人はゆっくり止めて考えてよ。こういうところをいい加減にやってしまうと、まあ、積み上がらないから、ね、一個ずつ確認していってください。いい？はい。で、支払い利息を、これを移動させて、で、左辺と右辺を、まあ、株主資本、まあ、純資産で考えてもいいですわ、この際。純資産で割ってあげると、まあ、こういう式が出てくるわけ。
なんでこんなことするの？これ ROE になるんだよね。まあ、ここ純資産で考えてもいいです。まあ、自己資本と言ったりもするし、まあ、ここ純資産で考えてもいいです。まあ、そうすると ROE になるでしょ。今やりたいのは ROE と ROA の関係だから、まあ、ちょっと ROE 作るために、まあ、両辺ここ割ってるわけ。ね。数学嫌いだっていう人、まあ、こういうとこ、まあ、思考停止する人いるけど、就職活動でこういう計算するからね。いい？あのホームレスで言い過ぎかな、あのフリーターになりたいっていう人は別にいいんだけど、あの普通に就職したいっていう人はこれしっかりあの考えておかないと、後であの就職活動するときに後悔するから、しっかりあの勉強しといてね。いい？いいかな。まあ、ここまではいいでしょう。これまあポッとこれがそうですね。で、あとはこの総資産って、これ資産だよね。資産っていうのは、負債プラス純資産になるよね。負債プラス、これ純資産になるよね。まあ、株主資本って言ってもいいんだけど。で、あと、支払い利息ってさ、これって、すんごく大雑把に言ってしまえば、借金している金額に、借金している負債だよ、これ。借金しているという金額に、R を、つまり利子率をかけたものが支払い利息になるでしょ。だからこういうふうに変化できます。確認して、いい？確認した？総資産がまあここで、支払い利息はここになるよ。ね。まあそしたらここに負債があるよね。ちょっとここも整理しようということで、こちら来ます。ね。いい？あと一つだよ。あと一つ、あとちょっとで終わるよ。で、そしたら次は、ここと、ここで考えて、で、これが、ここ。最初に何か書いとけばよかったかな。あれ？なんだ？逃げた。なんで逃げた今。よいしょ。これが、ここになります。わかんない人、動画止めて考えてくださいね。まあ、赤のところは株主資本が両方キャンセルされていくし、ね、まあ、緑はそのままかな。ね、ということになります。で、これでテキストで書かれている30テキストの30ページに書かれている式が出てきたわけ。分かった？テキストをまあそのままスポーンとこの最終的な答えしか載せてないけど、まあ、しっかり押さえておいてください。若干違うか。ああ、いいよね。ああ、合ってるね。大丈夫です。うん、大丈夫です。かな？で、この式で実はものすごい式で、あのこの式のインプリケーションっていうか含意っていうのはすごく重要なんだよね。でこれが言いたいのはさ、皆さん聞いたことない？だから皆さんのイメージとしてどうかな？会社が借金してることについてどう思います？あんまりいいイメージ持たない？無借金の会社って最高？うん、なんだけどトヨタ自動車ってさ、いわゆる日本のまあリーディングカンパニーって言われてるところなんだよね。でもその会社は借金してるんだよ。40% 近くしてるんじゃないかな。それ困ったから借金したのかな。違うんだよね。それが、まあ、会社ひいては株主にとって良くなるから借金してるの。そのお金に困ってるから借金してるっていうのも、とは言えないんだよね。
説明していきます。その話して見ていきますね。ここちょっと見てもらえます？これ ROA と R の差額なんだけど、 ROA というのはリターンなんだよね。リターン、要は資産から生じる、まあ、リターンの話。それはリターンオンアセッツってことだから。だからさ、例えばね、この ROA が、ROA が、例えばね、10% だったとするよ。この会社は、100円を運用したら、10円返すっていうことじゃない。ROA が 10% ってことは。で、それに対して R って何かって、これは利子率だから、だから例えば100円を借りてくるのに、皆さんは銀行から100円を借りてくるのに、バンクね、100円借りてくるのに、皆さんは例えば 5% でお金借りてたとします。はい。まあそうなると、ここが 10% で、ここが 5% だから、このこれスプレッドって言うんだけど、これプラスなんだよね。そしたら皆さん、社長だったらどうします？皆さんが社長だったらどうする？資金調達 5% でお金借り入れて、ROA が 10%、 つまり、まあ、10% の儲けがあるっていうふうに考えたら、皆さんならどうする？お金借りてくるよね。だって、5円で100円借り入れて、10円儲けられるんだったら、バン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 事業拡大するでしょ。つまりスプレッド、この ROA マイナス R がプラスだったら、借金して、まあ、会社を運営した方が、まあ、企業価値を高めることができるってことでしょ。そうだよね。で、なおかつこの式見ると、これね、このスプレッドがプラスだったらだよ、ここがプラスだったら、バンバン企業が借金すると、企業が借金をすると、ここがプラスだから、ROE を上げるよね。いい？よいしょ。そうだよね。このスプレッドがプラスだったら、借金をすると、まあ、この比率、これ分子だからこの比率が上がる。この比率が上がるってことは、まあ、ROE を押し上げるよね。ね。だから、スプレッドがプラスだったら、会社は借金した方が ROE を押し上げる。つまり、スプレッドがプラスなら、借金をすることによって、株主のリターンを高めることができるよってこと。ね。いや、もちろんね、逆を言えば、ここがマイナスだったらね、ここがマイナスだったら全て逆になるよ。マイナスだったら借金することで ROE を押し下げることになっちゃう。だから結論は、ここのスプレッドがプラスだったらバンバン借金した方がいいし、スプレッドがマイナスだったら借金返した方がいいよってことになるわけ。もちろんね、どんな状況であれ借金も大量にしてしまうと、まあ、会社を、まあ、デフォルトって言うんだけど、会社の資金ショートのリスクは、まあ、高まるけどね、ということがまあ書かれています。いい？まあ、これちょっとね、ROE と ROA の関係のお話でした。詳しくはね、財務分析の授業とかを聞いてもらうと、まあ、この辺しっかり勉強することになるし、まあ、皆さんが就職化してね、会社で勤めると、まあ、このような知識非常に重要になってくるだろうと、まあ、あるその分野ね、財務部とかに行けば当然知っておかないといけない知識になってきます。まあ、あとファイナンスとね、会計のまあ融合してる、まあ、場所っていうかな、分野でもありますよね。はい。で、ちなみにね、ROE の、分解のお話がこうメモに載っているので、ちょっと補足をしておきたいと思います。ROE というのは定義いいですか？これね。ROE の定義大丈夫？覚えてる？ここね。よいしょ。これね。これまあ、純資産分の純利益なんだけど、このね、ROE が増えた、減ったっていうのは、まあ、この2つのデータがあれば分かるんだけど、
なぜ ROE が増えたのかな、なぜ ROE が減ったのかなっていうのは、これだけだと見にくいのよ。そこで、この比率を3つに分けちゃおうぜ、この比率を3つに分けちゃおうぜっていうのが、これなの。これなの。ん？なんでこの3つに分けられるの？これよく見るとさ、売上売上で消えるよね。分母と分子2つあるからキャンセルできるよね。まあ総資産総資産があるからキャンセルできるよね。これ自己資本っていうのは要は純資産だから、これ純資産ね。純資産と純利益。純資産分の純利益。いや、覚えておいて、純資産分の純利益。純資産分の純利益。覚えておいてよ。純資産分の純利益。純資産分の純利益。ほら、純資産分の純利益。同じになるわけよ。ね。なんで一つの指標をそんな三つに分けたの？これ絶対一イコールが成立するんだけど、なんで三つに分けたの？それは ROE の変化の要因を分析するため。何要因って？一つ目、これね、これ売上分の純利益、これいわゆる利益率になるのね。100円の商品、100円で売ってる商品のうちの利益は10円だよ、まあ、10% の利益率って表現するわけ。ね。で、ここはちょっと分かりにくい。回転率って、まあ、資産をどれだけ効率的に使ってるかっていう指標なんだけど、これ回転率、ちょっと難しい指標なんだけど、まあ、資産の効率的な運用を、まあ、測る指標です。で、3つ目、ここは、安全性。これ、純資産と総資産の関係。まあ、資産ね。純資産と資産の関係なので、借金をしていくと、借金をしていくと、純資産は変化しないけど、資産の金額増えていくよね。だから、借金していくと、ここの比率が上がっていって、で、無借金だと、この比率が下がっていく。さっき、借金ってそんな必ずしも悪いことではないよって言ったんだけど、さりとて借金が大量に重ねていくと資金をショートする可能性っていうのは高まっていくってことにはなるんだ。で、そういう要因も分析するということになります。つまり ROE というのは利益率が上がっても増えるし、効率性が上がっても増えるし、安全性が、まあ高まあ、安全性が高まるっていうのかな、この辺、まあ、この指標が上がっても ROE が増えるということになるわけ。まあ、もうちょっと言うと、これ負債を借金するとこの比率上がるでしょ。そうだよね。借金すると分母は変化せずに分子だけ上がっていくでしょ。だから借金すればするほど ROE が上がるって感じになっちゃうんだよね。あれ？いや、もう皆さん知ってるね。僕ちょっと言い過ぎたよね、今ね。借金すれば ROE 上がる。いや、そうじゃないよ。もう皆さん知ってるね。ここがプラスな限りね。ここがプラスだったら負債上げると ROE 押し上げるよ。その通りです。まあ、いずれにせよその ROE の変化をこの利益率が要因なのか、効率性が要因なのか、安全性が要因なのかっていうのに分けるためにこういう分析をします。これデュポンっていう会社が昔やったのが最初だったかな。確かそうだったと思います。で、例えばね、ユニクロとか島村っていうと、まあ、皆さん知ってると思う、比較的安い会社。まあ、そんなにユニクロって利益率そんな低くないんだって確かなかったと思うけど、ああいういわゆる薄利多売と言われてる会社は利益率は低いんだけど、まあ、回転率を上げていくケースが多い。例えばもう分かりやすいね、松屋とか吉野家だよね。松屋の朝亭なんてめっちゃ300いくらで食べられるでしょ。あんな家で実際作ったら300円超えるでしょ。時間とか片付けまで含めるとあれ安いよね。で、あれは、まあ、利益率は多分下げてると思う。もっと値段上げても個人的にはいいと思うんだけどね。その代わり回転率上げる、お客さんをバン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 ね、あんな松屋とか吉野家に長いこといないでしょ。だから いないでね。あそこは回転率上げて商売してるとこなので、パッパと食ってパッと買えるっていうのは基本なの。効率上げることで ROE 上げている会社ね。あ、こっちか。あとはさ、例えば不動産とかさ、高い高級ブランド店なんていうのは
利益率は高いんだ。でもそんなに高く、頻繁に、そんなに頻繁に商売できないでしょ。だから効率的に犠牲にしてる。ね。だからここの話は、経営戦略とかと、密接に絡んでくる分野になってくるんだよね。また興味があれば、経営戦略の授業と合わせて勉強してみる。財務分析のね、勉強してみるといいと思います。はい。で、まあ、もう終わるんで、頑張ってくださいね。で、財務諸表っていうのはね、まあ、今見た貸借対照表と損益計算書だけじゃなくて、キャッシュフロー計算書っていうのもあるよ。キャッシュフロー計算書っていうのは、まあ、要はお小遣い帳なんだけど、お小遣い帳の収入と支出を、まあ、3つに分けていってるんだよね、実際にはね。まあ、営業活動から生じてくる、まあ、収入と支出、ね、それから、まあ、投資活動、ね、設備投資をする、有価証券買うとか、そういう投資活動から生じる、まあ、収入と支出、まあ、それから財務活動、資金を借りてくる、新株を発行する、そういう取引から生じる収入と支出を、まあ、3つね、分けていくんだよね。だから、まあ、このキャッシュフロー計算書を見ると、メインの営業活動からどれぐらいのキャッシュフローがあって、ね、でそこで足りない部分をどうやって資金の運用もしくは調達を、ま、で賄ってるかっていうのを示すことになる。まあフリーキャッシュフローっていうのを勉強したから皆さんはもう大雑把にイメージは湧いてると思う。で損益計算書っていうのは必ずしも資金の収支と直結してないんだよね。まあそういう意味ではキャッシュフロー計算書っていうのは資金の収支と直結しているから、まあその意味でもまあ情報の価値はあるかなというふうに思います。でまあ、これでまあいいんですけど、ちょっとね、ただし書きということで、財務諸表っていうのは、ね、基本的には事実の開示を目的としているよっていうふうにテキストは断りをつけてます。最近ね、財務諸表って株に役に立つよ、株の投資に役に立つよって話してて、株の投資、まあ、企業価値っていうのはもう皆さんすでに勉強しましたよね。将来のキャッシュフローを予測していくわけ。ってことは、財務諸表が何かしらそういうキャッシュフローの予測に役に立つような情報をなるべく織り込むべきじゃないのっていう主張が多いのよ。でもそういうことをするとさ、将来の予測を財務諸表の中に織り込まないといけない。いや、そこが目的じゃないんだと。財務諸表というのはあくまで過去、これまでの事実を述べることが目的なんですよと言っています。ね、でそういう予測をしていくのはあくまで財務諸表を利用している側のお仕事なので、ね、少なくともその経営者がね、確かにまあ予測はしてると思うよ、ね、自らが企業価値どれぐらいなのかなって予測してるんだけど、そういうのを伝えるのは会計情報の役目じゃないんだということですね。いいですかね。で、その、まあ、最後のスライドですけど、その財務諸表っていうのはね、基本的には、まあ、会計のルールっていうのが社会的に決められていて、それに基づいて作られるんです。ね。で、まあ、その会計ルールってじゃあどうやってできたかっていうと、基本的にはね、昔からの株式市場とか、まあ、資本市場でおいて、まあ、公正な会計慣行、まあ、こういうのが妥当だよねって言われてた、まあ、そういう慣行に基づいて、まあ、会計ルールっていうのに昇華していって、その会計ルールをもとに財務諸表っていうのは作られてるんだよっていう。そういう意味では、最近ね、本当最近皆さんも聞いたことあると思います。IFRS とか国際会計基準、まあ、国際会計基準審議会という ISB という会社が、会社って団体が作ってるのが IFRS なんだけど、ね、この IFRS で国際ってついてるわけだから、全部統一したらいいんじゃんっていう議論があるんだよね。コンバージェンス、もしくはアドプションと言われる議論もありました。ね。で、それをすべきかどうかっていうのはまだ分かりません。で、実際まだ統一はされていません。ね、で、もうちょっと言うと日本で言うと、今ね、日本の企業は4つの、まあ、会計基準から選択することができます。ある一定の条件はあるんだけど、で、日本基準でしょ？日本の場合、日本基準。それからね、
アメリカ基準を使ってもいいよっていうケースもあります。それからここで言ってる国際会計基準を使ってもいいよっていうケースもあるし、あとは国際会計基準を日本版にちょっと修正したもの、まあ、これほとんど使われてないんだけど実際はね、まあ、実際4つから、まあ、企業は選ぶことができるってことになっています。ちょっとびっくりしない？ね、日本企業だったら日本の基準使わなあかんじゃないの？そうじゃないんだよね。今日本の考え方としては、まあ、選択肢を上げて、まあ、いいのを選べと、ね、偉い人がですねこれ使えっていう指示はしないと、ね、まあ、ただ4つの選択肢を与えて仮にねみんなが日本基準使うんだったら、まあ、それでもいいしだったら日本はルール作り続けるわけだし、ね、まあ、国際会計基準がいいっていうんだったら、まあ、それ皆さん使ってくださいねと、全ては市場の、まあ、企業が選べばいいよっていうことになっています。いいかな。はい、よいしょ。はい、一章大変だったと思います。結構ね先取りしている章なので、このテキストの中でも一章はね一番難しいんだと思う。まあでもね、一個ずつ丁寧に読み取っていってくれればかなりいいトレーニングになると思うので頑張って勉強していってください。2章からはね、ここからが本題になっていくんですよね。2章は、ちょっとテキスト読んでます。2章は、これね。よいしょ、こっちかな。2章は、仕組みをまあ見ていく。まあ、簿記からスタートしているわけでね。で、資本と利益を見て、収益、費用を、負債、純資産、連結。で、制度の話で終わっていく。だから、一章はもう本当先取りしてるから本当難しかったと思いますけども、まあ頑張ってついてきてくれて、まあ動画見てくれたとしたらありがとうございます。まあよく頑張りました。お疲れ様でしたということになります。じゃあ今回の動画これで終わりにします。